四国霊城75番札所の総本山全通寺です。一般的な桜より香りが強い涅槃桜が参拝客を出迎えています。ソメイヨシノよりも1ヶ月ほど早く咲き始め、その時期がお釈迦様が亡くなった3月15日に近いことから涅槃桜と呼ばれています。愛媛県の明晶寺で見つかった涅槃桜がおよそ50年前 工房大使生誕 1, 年を記念して、通寺に送られたそいです。涅 <laughs> 槃桜は今週末から来週にかけて満開になるということです。